これから7、8、9と上がり3ホールになります。でここからちょっとねルールがありまして、一つずつのカードを引いてもらいます。そのカードのアイテムを7、8、9の間で必ず1回使ってもらうというものになっております、ね。優勝目指して頑張ってください。もう独走体制ですけどねじゃあ誰からいきましょうか。じゃあシンプルに、はい、はい、マイナス1だ。どういうことですか。これはもう単純に合計スコアからマイナス1だするというただのラッキーカード。超いいやつじゃん。最高ですね今あのバーだったらバーディー競ってますからね。そうそう多分そうです、はい、そう最後のカードじゃん。工藤さんカード。それは変えられないですかね。工藤さんカード。工藤日本代表候補工藤さんに、代わりに1回競ってもらえるというカードです。やったこっちで打つか、こっちの打席ですはい、こちら逆足カード。これそれは1回だけあの利き足で逆の左足で蹴ってもらうっていうカード。僕は利き足右なんですよ、本当は。はい、だから左で左で蹴って、あ、利き足左なんですよ間違えた違いだよ、ダメですね。じゃあ左で蹴ります、はい、てネイサンカードなんすかこれ。これネイ社長から100万円もらえるとかそういうことですか。そのカードは、ミルさんの代わりに1回ネイスさんが蹴らなければいけないというか、蹴らなければいけない蹴らなければいけないという社長を使わなきゃいけないってことですね。どっかでいいのね、はい、どっかで分かりました。1回はネイスさんに蹴ってもらわなきゃいけない。ティーショットだけは使いません上がり3ホールです。頑張りましょう。頑張ろう。やばいですね、これ。これ絶対やばいでしょ、これ。これ入ったらすごいでしょ。工藤さん、工藤さんカードちょっと誰が使えないわ逆足カード1万円これしかない。結構飛んでいけんじゃん。あのしかも新人の頃のこんな綺麗じゃないですか今のは終わらないですか。もう引退したとやっぱ現役中の形をやってるんですか。気持ちは持ってますか。じゃあ
本人と会うまでは会うまではやめれないですね。まあ一生やりますよ。需要がなくなったらやります。多分こうやってやってますよ。おじいちゃんのこの格好で立ってるのも面白くないですか。このスタイル維持するのも大変でしょうね。まあそうですね。イチローのね、スタイル維持するのは大変ですよね。イチローとトレーニング、なんかアスリートになった気分になったんですか。行きます。ちょっと取っとけよ、そっち側行くからな。何があるかな、分かんない、近づけたらいいか。あー、向こうしてた。あら、いや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 、結構短いね。あなたのハートにホールインワン。あー、でかいんだ。これでもう下っちゃうんだ。あー、強すぎる。ここは利き足やめとこうかな、利き足はね。おぉ、来た。ここですね、このコースですね。ここ今根元ってことでしょ。ここ行って、こう下っていくんですね。もう一回やりましょうか。あ、すいません、すいません、ちょっと待って、いるんですけど。ほら、今ボーラー見た方がいいよ。これまではね、打った、蹴った後に、あ、こうすればよかったっていうね、あるある。舐めてるね、フットボールを。舐めてましたか。うん、走りにやって、あの自分の筋力が落ちすぎてるね。はい、年末の肉離れから。はいはいはい。僕先週やっとボールを蹴ったんですよ。はいはいはい、久しぶりに4ヶ月ぶりぐらいで。はい、ひどい。ひどい。踏ん張りが効かない。踏ん張りが効いてない。筋力落ちてるのもボール蹴るとこ故障しちゃうもん。まあ最後ですから。いや、はい、じゃあさっきのカード使っておうかな。左に行きますね。ティーショット、ティーショット行きますよ。おお、わー、遠い。遠いし、助走つけられへん。左へ。あー、ダメダメダメ、当たる。
あべ。なんかこんなこんな楽しちゃってきた。筋力。水坂で。とこう右足も蹴れなくなる。衰え。おーいいね。行きます。あーもう最悪。不動さんカード。カード忘れてきた。ここで、いやもう思いっきり言ってください。見てください。どこ行っても大丈夫です。あそこ、こんな助走つけなくていいですからね。わかりました。ここから行くの？こんな止められてるの？前からどうぞ。いいね。いいね。そうだね。そうだね。行きます。行きます。お願いします。よかった。始球式見ちゃったからさ。おっと、ここでか。乗せてもらって、あとは頂点。ノーアップ、ノーアップ。お願いします。僕の動きました。さ、何なんだよ。力入っちここにいるお方にパスしようと思って蹴ったら行っちゃったじゃねえかよ。4位から一番ビリからですね。ビリからですね。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ結果発表します。はい、4位、はい、日露さん。よし。もうやっぱ僕は人より多く打つこと目標としました。はい、なるほど。お疲れ様でした。お疲れ様でした。第3位、はい、水内さんです。銅メダルです。銅メダル受け入れますね。受け入れないですね。はい、じゃあ第2位。お、はい、どっち？結構最後競ってました。はい、お、ありがとうございます。鈴木さんです。ありがとうございます。マイナス1だというね、素晴らしい条件のカードを引いたんですけど、はい、まあ、結果的に負けたということで、日々精進していこうかなと。
疲れ様でした。はい、お願いします。ということは優勝は優勝は青井さんです。おめでとうございます。これ優勝すると FB モーゲージさんから、はい、なんすか、優勝、3万5000円分の商品券です。やったー、すごい。3万5000円というのは3万5000円というフラット35は使ってる会社ですから、ね、35っていうのが縁起がいいので、はい、なるほど3万5000円です。素晴らしい。ありがとうございます。私今日今年35歳です。あ、おお、素晴らしい。70歳までローン組めるよ。ローン組みます、これで。おたまきにします。おたまきにする。ちょっと1番もらっていいですか。いいです、いいです。え、まあ、どうですか、まあ、今日初めてやって、じゃあ日露さん、はい、初めて、いや、ね、意外とこのやっぱりこの本当のアスリートの方とやっても楽しめるんだよ、うん、そんな考えですからね。僅差でしたから。そう考えると面白いなと思って、ね、うん、その本当サッカーやってたらやらないのが関係なく、野球やってたらやってないのが関係なく、うん、です。なるほどね。スキルさんどうですか。いや、めっちゃめちゃ楽しかったですね。まあ、思い通りにいかないところがまだ楽しくて、まあ、これで本当に今日中にもう一回やりたいなと思ったらハマるんだろうし、うん、まあちょっと忘れて寝ちゃったらもうやらない可能性も高いんですけど、はい、あの日露さんが言ったようにね、差がないんで誰でも楽しめるスポーツだと思います、うん、はい、ね、楽しかったですね。はい、香織さんは、ね、はい、もう慣れてらっしゃって、うん、このコース何回目ですか。合宿とかもさ、めちゃくちゃ負けて当然じゃないね。10回ぐらいはしてる。なるほど、コースも知ってて。でも1月に試合が、12月にあった時よりちょっと自分が安定してちょっと上手くなってるのを実感できたので、すごい嬉しかったです。で、そのメジャーリーガーさんとか、メジャーリーガー名前がメジャーリーガーさん、サッカー選手プロの方とも一緒にやっぱできて、私サッカーは全然したことなかったんですけど楽しめたので、やっぱフットゴルフってすごい楽しいなって改めて思って、もっともっと皆さんに知ってほしいなって思いました。そうですね、はい、まあ、そういう意味でも今回はフットゴルフをやろうという感じになったんですよね、はい、ネイさん、ね、そんな話をしながらね、こういうメンバーで今日やりましたけど、そうそう、はい、よかったです。ありがとうございます。どうでした、見ててですか。僕の始球式すごいいいの飛んだんで、最初良かったなと思いますけど、はい、まあ、結果第2回またやりたいなっていうふうに思います。そうですね、ぜひ、はい、ぜひぜひぜひ今度組も多くして、そうですね、ぜひ、はい、やりたいなと思います。その時はじゃああれですか、優勝賞金が商品券35万円分とかで、35万、はい、もう全部決定します。呼ばれないとかないですか。呼んでくださいよ、ちゃんとこのメンバーは。ここありきでね。ここありきで。ありきではまた、よろしくまた検討したいと思います。ありがとうございました。今日ありがとうございました。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 第2回も期待してください。あ、お疲れ様です。本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、非常に厳しい戦いになったと思うんですけど、今日の試合振り返ってみてどうですか。まあ、戦う前から戦いっていうのは厳しいっていうのは分かってますから、まあそれは当たり前のことです、はい、まあでも戦ってみて、こんなにすっきりした戦いっていうのはないかな、終わった後に。どういうところがこうすっきりされた。やっぱカップに入れるってところなんですよ。あれはかなりすっきりしました。あ、なるほど。けど全部で9回入れられたと思うんですけど、結構すごいなってそこで思うんですけど、まあ、野球も9回ですからね、同じです。今日の人の試合運びの中でちょっと満足いかなかった部分とか、そういうところはありましたか。いや、満足なんかしないですね、はい、今後も一生満足することないから、まあ、フットゴルフは続けようかなと思いますけど、まあ、逆に今日の試合でこう自分的にこうベストプレーというか、このプレー良かったなと思うところとか。チームで戦いと、あの4人で戦ったってことがやっぱり一番。フットゴルフをチームとして捉えられる、一人一人はライバルではないです。あ、チームなんです。そうで、あの雰囲気が出せたということが何よりも勝因だと思います。あ、そう、結果的にスコアとしては4人の中で最下位だったと思うんですけれども、そこは負けとは捉えてない。負けというか一番僕が数が多い打った数、まあ、僕はそこを目指してやってるんで、一つの価値観とは違うんですよ。あ、
そうですよ、うん、少ないのは僕はちょっとナンセンスです。ありがとうございます。じゃあ最後にですね、応援していただいているあのファンサポーターの皆さんに向けて一言お願いしたいです。まあ、僕ファンサポーターよりはスポンサーにやっぱお願いしたいですね。やっぱフラット35さんね。フラット35さんじゃないですけどね。まあ、僕がローン組むときはフラット51にしてほしい。ただそれだけです。お願いします。ありがとうございました。